食の応援団結びの代表うかりともえです。よろしくお願いいたします。今日は食の応援団結びに登録をしていただいてます若松由美恵様を、紹介したいと思ってます。若松さんは鹿児島農業女子、プロジェクトをされております。鹿児島農業女子プロジェクトとは何ですか？農林水産省が平成25年に立ち上げた農業女子プロジェクトのメンバーで、鹿児島県在住だけのメンバーを今18名登録して一緒に活動しているんですけど、全国の女性農業者とつながって情報発信とか情報をもらってこう勉強会をしたりする中で得られた知識をもとに鹿児島県でワークショップをしたりマルシェをしたりで食べる食育と職業の食育をテーマに農業の魅力発信を行っています。はい、ありがとうございます。若松さん、桜知覧園の日本茶を作ってますけど、そちらはどういった内容のきっかけですかね、始められたのは？私知覧の方で桜知覧園っていうお茶屋さんをしているんですけど、知覧の南部来たことありますか？すっごい綺麗なお茶畑が一面に広がってるんですよ。でそれを一番最初に見た時すごく感動したんです。でうちの旦那のお父さんお母さんが茶作りを始めたんですけど、自分がそのお父さんお母さんからもらったお茶が一番美味しく飲めたんですけど、そのお茶ってどこにも販売してないんですよ。でこんなに美味しいお茶をどうしてみんなに飲んでもらわないのかなって思ったことが一つのきっかけで、そのすごく美しい景色みんなに見てもらいたいなって思ったのもきっかけの一つで、農家が飲むお茶が一番美味しいっていうのを追求してみんなにも飲んでもらいたいなと思って桜知覧園を始めました。食の応援団結びも、つながりを大事にしている団体になります。今の若い人たち、特にその子育てをされてる人たちに食育、食の大切さでつながりを発信していただきたくて、私たちの食の応援団結びとつながっていただいて、食べる食と、職業の食育、両方若松さんたちに発信していただこうと思っています。今から講演会とか、日本茶を使った、食事作りとかいろんな視点で発信していただこうと思っているところです。はい、結びを通してご自分でなんか発信したいなと思っているところってありますか？他に。そうですね、もう本当に食育につながる活動がしたいなと思っていたので、で日本茶アドバイザーの資格を生かして、美味しいお茶の入れ方はもちろんなんですけど、そのお茶の活用方法など畑から美味しいっていうのをみんなに届けたいなと思っています。本当に期待してる方の一人なんですけれども、食の応援団結びはこういったいろいろな形の、職業の方たちともつながっていって、食の大切さを発信していこうと思っています。登録者を今の現段階でも募集しておりますので、インスタとかホームページの方に掲載しておりますので、ご連絡をいただけたらと思っております。登録お待ちしてます。